ババ馬術の原田喜一です。ババ術というのは20メーターと60メーターの長方形の柵の中で馬をこう美しく見せるという運動をやります。歩き方と走り方がまあ3つあるんですけども、波足と早足と駆け足とやるんですけども、その歩様の中で足を交差させながら横の方に進んでみたり、歩幅を小さくしてみたりというような運動を繰り返していきます。課題はやっぱり少しでも綺麗に、そしてダイナミックにしたいなというのがあるので、パワーのある馬を自由自在に動かすという目的になっているんですけども、その動かし方もやっぱり一歩一歩に対して正確に動かさなきゃいけないんで、感じた時にはもう手が動いてる、感じる時にはもう足が動いてる、完璧なフィーリングの中で行われてるっていうふうに、できた時の達成感というのがすごく馬から得れるっていうのは素晴らしい経験になっているなと感じています。ヨーロッパの歴史にはなかなかね、日本の歴史がまだ浅いんでなかなか追いつけないのもあるんでしょうけども、若い世代には僕らの経験をまた彼らにも伝えてあげたいですし、それをこなしていくために自分が学んで、そして学んだことをまた伝える、で学び続けない限りやっぱ技術っていうのは伸びていかないと思うんで、いろんなタイプの馬がいて、自分がそこに合わせない限り何もこう進んでいかないっていうのが馬術だと思うんですよね。やっぱ馬の目線に立ってみて自分のことを考えてみると、人付き合いも同じだと思うんで、これからも本当にそういう目線は絶対に崩さないようにして、バイスというものを極めていきたいなと思ってます。私にとって馬とは人生の成長です。